今回までの3回にわたって西野亮廣作煙突町のプペルを朗読しています。今日は前回の続きから、風船を結びつけた船に乗ってプペルとルビッチは一体どこに向かっていくのでしょうか。いよいよ今回が最終回です。船には数百個の風船が取り付けられました。行くよルビッチ。どこへ？煙の上。プペルは船を止めていたロープをほどいて言いました。星を見に行こう。風船をつけた船はゆっくりと浮かんでいきます。ちょっと大丈夫かい？これ、こんな高さから町を見下ろすのは初めてです。町の夜景はとても綺麗でした。さあ息を止めて、そろそろ煙の中に入るよ。ゴー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 。煙の中は何も見えません。ただただ真っ暗です。ゴーゴーという風の音に混じってプペルの声が聞こえます。しっかり捕まるんだよルビッチ。上に行けば行くほど風はどんどん強くなっていきました。ルビッチ、上を見てごらん。煙を抜けるよ。目を閉じちゃダメだ。ゴーゴーゴー。父ちゃんは嘘つきじゃなかった。そこは数えきれないほどの光で埋め尽くされていました。しばらく眺め、そしてプペルが言いました。帰りはね、風船を船から外せばいいんだけれど、いっぺんに外しちゃダメだよ。いっぺんに外すと急に落っこちちゃうから、一つずつ一つずつ。何言ってんだよプペル、一緒に帰るんだろ。君と一緒にいられるのはここまでだ。僕は君と一緒に星を見ることができて本当によかったよ。何言ってるんだよ、一緒に帰ろうよ。あのねルビッチ、君がなくしたペンダントをずっと探していたんだ。あのドブ川のゴミはゴミ処理場に流れ着くからさ、きっとそこにあると思ってね。僕ゴミ山で生まれたゴミ人間だから、ゴミを漁ることには慣れっこなんだ。あの日から毎日ゴミの中を探したんだけど、全然見つからなくて、10日もあれば見つかると思ったんだけど。プペル、そのせいで君の体は、僕あれだけひどいことをしちゃったのに。構わないよ。君が初めて僕に話しかけてくれた時、僕は何があっても君の味方でいようと決めたんだ。ルビッチの目から涙がこぼれました。それに結局ゴミ処理場にはペンダントはなかった。僕はバカだったよ。
君が懐かしい匂いがすると言った時に気づくべきだった。プペルは頭のオンボロ傘を開きました。ずっとここにあったんだ。傘の中に銀色のペンダントがぶら下がっていました。君が探していたペンダントはここにあった。僕の脳みそさ。懐かしい匂いの正体はこれだったんだね。僕の左耳についていたゴミがなくなったとき、左耳が聞こえなくなった。同じようにこのペンダントがなくなったら、僕は動かなくなる。だけどこのペンダントは君のものだ。君と過ごした時間、僕は本当に幸せだったよ。ありがとう、ルビッチ。バイバイ。そう言ってプペルがペンダントを引きちぎろうとした時です。ダメだ。ルビッチがプペルの手を強くつかみました。何をするんだい、ルビッチ。このペンダントは君のものだ。それにこのまま僕が持っていても、そのうちアントニオたちにちぎられて、今度こそ本当になくなってしまう。そうしたら君は父さんの写真を見ることができなくなる。一緒に逃げればいいじゃないか。バカなこと言うなよ。僕と一緒にいるところを見つかったら、今度はルビッチが殴られるかもしれないぞ。構わないよ。痛みは二人で分ければいい。せっかく二人でいるんだよ。毎日会おうよ、プペル。そうすれば父ちゃんの写真も毎日見ることができる。だから毎日会おう。また毎日一緒に遊ぼう。ゴミ人間の目から涙がボロボロとこぼれました。ルビッチと毎日遊ぶ、それはなんだか遠い昔から願っていたような、そんな不思議な気持ちになりました。プペル、星はとても綺麗だね。連れてきてくれてありがとう。僕は君と出会えて本当によかったよ。プペルは照れくさくなり、やめてよ、ルビッチ。恥ずかしいじゃないか。そう言って人差し指で鼻の下をこすったのでした。ごめん、プペル。僕も気づくのが遅かったよ。そうか、そうか。ハロウィンは死んだ人の魂が帰ってくる日だったね。何のことだい、ルビッチ。ハロウィン、プペル、君の正体が分かったよ。会いに来てくれたんだね、父ちゃん。3回にわたって西野亮廣作「煙突町のプペル」を朗読しました。いかがでしたか？映画「煙突町のプペル」は12月25日公開です。こちらも楽しみですね。さて
このチャンネルではあなたの作品もお待ちしています。誰かに伝えたい思い、ぜひ聞いてほしいこと、文章でお送りください。 Facebook のメッセンジャーや Instagram、Twitter のダイレクトメールなどでお寄せください。あなたの作品をお待ちしています。